前日過去最大の下げ幅を記録したニューヨーク株式市場のダウ平均株価は1点1100ドル以上の大幅な上昇に転じました前の日に2000ドル以上値下がりしたニューヨーク市場のダウ平均株価は10日トランプ政権の経済対策への期待感などから取引開始直後前日に比べ900ドル以上上昇しました しかしその後、対策の規模が不十分という見方も広がると、株価は一時急落し、値下がりに転じるなど大きく乱高下しました。結局、終値は1167ドル高と過去3番目に大きな上げ幅をつけました。